あらめさん、こちら、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、折り紙ペイが使えるお店、加盟店を紹介ということで、今回は昨日紹介した 20% オフのクーポンを折り紙ペイで実際に取得したけど、実際どこで使えるのかという疑問が僕自身が出てきたので、簡単に使えるお店をジャンル別に分けて今から紹介していきたいと思います。それでは早速なんですけども、まあみんな大好きコンビニということで、主にローソン系列ですね。ローソン、ローソン100、ナチュラルローソン、あとはミニストップとポプラとセイコーマートということですね。次に飲食店は、松屋、吉野家、ケンタッキーということですね。僕も以前動画でも松屋や、まあ吉野家で使ったものを動画で紹介もしています。居酒屋さんだと山内農場、魚民、ワタミ、わらわらとかですね。次にドラッグストア。こちらドラッグ、新生堂、ウェルシア、V ドラッグ、薬の青木ということですね。家電量販店では山田電機、ケーズ電機、エディオンですね。ファッションだとライトオン、エクストララージ、X ガール、アーバンリサーチ、靴下やアースミュージックエコロジー、あとスーツを売ってる青木とかですね。で、まあその他のジャンルだとロフトとかパルコとか、あとは福岡だとキャナルシティとかですね。ちなみに紹介は以上となるんですけども、今回ほんの一部だけを紹介しています。なのでその時は、一応折り紙ペイのアプリにはマップ機能っていうのも搭載されてますので、そこから現在地からどこで使えるかっていうのも探すことができます。なのでこれを使うことで意外とあこのお店でも使えるんだというのは新たな発見もあるかと思いますので、そこで活用してみるのもいいのではないのかなと思います。あと折り紙ペイのいいところは、口座連携をしたら即時引き落としが可能であったりですとか、あとはクレジットカードとの紐付けも可能なので、まあ、もし決済で困ってたら口座引き落としかクレジットカードどちらかでも選ぶことも可能です。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はクーポンが配布されたけどどこで使えるのかなっていう方向けに今回の動画を作らせていただきました。ぜひですね、これを機に折り紙ペイを活用するのもいいのではないのかなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。